MDHR スタジオ。よーし、ガップエットやっていきましょう。はい、どうもシェイントございます。いやー、ついにガップヘッド来たぜ。はい、やっていきましょう。ですね、まあ以前までやりたかったソフトでありまして、一応まあパソコン版でやることになりました。よろしくお願いいたします。ではスタート。これ本当にやりたくてうずうずしてましたね。今日やっと購入してパート1撮っています。ガップヘッドドンプでウィザーデビ。まああるところに今カップヘッドとマグマの兄弟が住んでいました。でこの、まあ、保護者の、まあ、なんだかケトルやってました、まあ、そいつがどうねその保護者らしい。まあ、会う時に、まあ、その悪魔のカジノに行ってしまったと。まあ、入って、まあ、ギャンブルして、まあ、まあ、どこからか笑い声が聞こえて、まあ、俺と駆け引きしねえかって言って、カプッとノーって、スネーク、アイツYo, no! お前に倒していただこう。見逃してください。ダーマソウルの契約書を集めてこいや。行けバカ。お急いで急いでケーターボトルの元に向かおうぜ。急いで家に帰りました。はい、意味がわかりませんね。まあ詳しく言うと、まあデビルをまあぶっ倒すというか、まあ、倒せっていうことですね。いわゆる。これ、本当に、面白。まあ、動画でちょっとね、まあ、どういうものか見たんですよね。ちょっとだけ。まあ、一面だけ見ましたが。まあ、一面の、まあ、ボスだけ見て。この、なんか、おじいさんが、まあ、この兄弟の、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、保護者と言っていいでしょうね。まあ、やっちまったなと。まあ、デビルはまあ強いから、まあ、覚悟しておけ。まあ、敵と、まあ、債務者ではボスを倒さないとダメですね。まあ、ボスがね、これ、ものすごいいるんですよね。23体くらいだったか、確か。聞いたばかりだと。まあ、この薬を使って、まあ、債務者に対抗しなさいと。暴力的にやりなさいと。まあ、チュートリアル Z でいけますよっていうことで、早速やっていきます。ザ・チュートリアル！で、ダックをしたと。まあ、しゃがみですね。まあ、いわゆるまあ、カービィでいう、まあ、しゃがみ的な要素で構いません。で、Z でジャンプ。まあ、Z でジャンプ。まあ、シフトでダッシュと。シフトで、まあ、ダッシュする。Z っていう。なるほど。まあ、下おしっぱで、まあ、まあ、ジャンプすると、まあ、下に行きますよ。まあ、スバムラ的な要素ですね。で、指鉄砲。指鉄砲が撃てますよ。最後どこでも撃てますよと。で、C でまあ、C でまあ、まあ、ロックしながら撃てますよ。撃てます的な感じで。まあ、止まりながらまあ、指鉄砲が撃つことができます。で、これですね。まあ、パーティースタップ。まあ、これまあ、ホバリング的な要素で構いません。タイミングよくやるとですね。あ、始まった。これが難しいですね。これが難しくて。で、2P プレイ限定で、パリーズと、バペンキューって言って、まあ、助けることができるんですね。で、EX ムーブ。これですね。このままが、波動拳みたいな感じで。波動拳を打つことができます。
まあ、これでチュートリアル終了ですね。まあ、V で打つことが、V ボタンで打つことができますよっていう。まあ、高難易度横スクロールアクションでございます。まあ、とりあえずは EX 出ましょう。とりあえずこの家から出て旅を始めましょう。まあ、基本英語なんで、多分飛ばすと思います。あとパート1っていうのもあって、まあ、結構時間はかかると思いますが、よろしくお願いいたします。では、まあ、カップヘッドの家を出まして、話しかけます。まあ、ショップで買い物ができます。まあ、恋を、まあ、猫ババしたと。猫ババって言い方悪いけど、ブータリックパニックレギュラーで。まあ、いきなりボス戦です。ボスがね、いるんですよ。こうやって。一面のボス。あ、ちょっと。バッバカったで。バカったで。バカったで。これがですね、難しいんですよね。なんともひどい。これはひどすぎる。これは。わかりますかね、難しさが。まあ、難しさはまあ、合間なくらいと言って、ガノンではないでしょうね。最後、はい。落ちちゃった。パディできなかった。パディができませんでした。これ、サチメか、これはやばいな。おっと、いらっしゃいた。このハリーがね、難しいんですよ。あー、もうちょい、もうちょい、もうちょい。ワン、ワン。あ、しまった、ちょ、ちょ、反応しなかった。反応しなかったぞ。反応しなかったです。じゃがいもでこんな苦戦してると。後当てがやばいな、これ。カットしようか、ちょっと。行くまでちょっとカットしようか。次やるとはちょっとカットしようか、これ。やばいな、これ。ママリオは長年やってきたんですがね。辛い。ちょっとこれはカットしよう。カットします。よーし、やっときました。まあ、やっとコツが分かってきましたね。やっとコツが分かってきました。うらうら、やっとコツが分かってきました。まあ、たまにには楽ですね。あ、いっといったいったいった。油断した。油断しました。すいません。油断しました。で、次、ラディッテル人参。ラディッテル人参が来ます。このラディッテル人参なんですが、まあ、追尾なんで、これ。追尾で。あ、チェックチェック。ラディッテル人参がですね、こうレーザー3発撃ってきたら、また、ラディッテル人参が、まあ、なんか、またラディります。ラディるんで、この人参をかわさないといけないですけども、まあ、撃ち落とすことができます。確か。ここは覚えてるんですよね。あ、V 使っちゃおう。まだ、まだか。まだか。あのジャガイモの苦戦は何だったんだ、ほんと。お見苦しいことを、お見苦しいとこ見せてさ、申し訳、当たってない、当たってないですよ。ラディッテル人参にやられました。よし、あとこ上げた。あばばい XX。 たまになんか C と X 間違えることがあるんだよな。あぶあぶね。あ、さっきはお見苦しいところを見せてしまって申し訳ない。ほんま申し訳ない。何にせんねん、こうジョーティングゲーム苦手なんですよ、ね、まあ、アンダーテイも苦手だけどさ。マンダーテイただ避けるだけだからいいんですけど、ここで避けながら撃つっていうね、相当難しい。合間のような要素が詰まっていますね、これ。あと音楽が、そこです。このゲームすごいんですよ。アンダーテイのミリ。あ、オッケーノックアウト。イエーイ。オッケーです。
めっちゃ苦戦した。めっちゃくちゃ苦戦しましたね。あーやっといった。まあなんか A マイナス、まあいいでしょうね。まあこれはやばいぞ、ちょっとまずい。まあもう一体くらいはもうやっちゃうか。まあ今回2体倒したら終わろう。まあかい、まあこれで終わりですね。ボス撃破、契約書ゲット。どうしよっかな、もうとりあえずショップ見に行きます。ショップをちょっと見に行きます。でウェルカム。どうするかな、4枚持ってるんで、なんかスプレッドかラウンドアバウトっていう、まあ、ブーメラン的な要素、ブーメラン的な要素かスプレッド。スプレッドはまあ3方向に今あれですね、行くやつですね。どうじゃっかね、まあ、スプレッドは短距離なんでラウンドアバウトで、まあラウンドアバウトでいいでしょうね。まあスプレッドはまた後々買うことにはなるでしょう。あーし、とりあえずは次、おっとなんか、あーなんでもないか。あ、これでまあ帰れるようになりましたよっていう、まあこれでまあ帰れるようになりましたっていうことですね。まだいいでしょう、まだまだいいでしょうね。買っといて何ですかっていう。まあスライム行きましょう。ここ確かボス戦だよね。またボス、スライムと戦いです。行きましょう。このスライムもなー、なかなか難しいんだよ。で何が難しいのってね。あぶね、これなんだよ、あぶね。これバウンド、バウンドっていうかもういきなりギュッて出してくる、あれが結構クセ。でこれやったらしゃがむ、あった。これなんか覚醒剤とか何だか飲んで巨大化すると、巨大化するとまた厄介なことがありまして、まあ、さっきのこれがですね若干強化されます、若干強化されます。立ち止まったら撃ちたいな、これ。おっとしまった。おっとしまった。おっと。おっと。カットしようか。よーし、ここができた。よーし、ここができたぞ。この巨大化が何気につらいっていう。おや、パンチグローブのあれが終わった後。当てるのがベストかな。あ、しまった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 。オッケーし、ここで墓が来ます。おかしいだろっていうね。おい、シート間違えた。たまになんか間違えるんですよね。おっと、墓のシート飛ばすか、これきつい。あー HP1 つらいよ。おっ、あっちに回った方がいいな、これ立ち止まって打った方がいい。で倒れてきたらこうだ。なるほど、止まった方がいいわ。でダッシュ、これの量どうだ。あ、しまった、間違えた。しまった、間違えた、あぶね。これは緊張する、やっべやっべ
校だ。いい加減倒れてくれないかな。もう倒れていいでしょ、もういい加減倒れていいだろ。危ねえ。おーい、イエス、最低で意外と苦戦したな。意外となんか苦戦したな。よし、なんとか倒した。このスライム強い。あー、強かった、強かったですね。まあまあまあ、まあ、初見なんでまあいいでしょう。初見なんでまあいいでしょう。まあ最初のあのなんか野菜のやつだけ見たんだよな。野菜のパターンだけはもう見切っちゃってるんで、あそこからもう初見ですね、完全。あ、これで OK。 なかなかつらいなこれ。まあということで、まあ今回ここまでにしたいと思います。まあ次回、まあ、このコートステージと、あ、ここの船行きましょうかね。最後こいつに穴かけて終わりましょう。まあ何言ってるか分かりませんと。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。もうちょいこれ鍛えないとダメだな。もうちょいこれは鍛えないと嫌な予感がしますね。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。